中国の江蘇省蘇州市で昨日起きた事件。中国人とみられる男がバス停にいた日本人の男の子とその母親、さらに中国人女性を刃物で襲ったのです。中国人女性は日本人親子をかばったとみられていて病院に運ばれましたが意識不明の重体です。白昼の街中で3人が襲われるという衝撃の事件ですが、現場周辺の中国人に話を聞くと、実はこの事件、現地では一切報じられていないのです。どのような理由があるのでしょうか。中国の蘇州市で昨日、日本人学校のバスを待っていた日本人の親子が中国人とみられる男に刃物で襲われる事件が起きました。男は日本人親子2人をかばったとみられる中国人の女性従業員も刺したのです。襲われた男の子は入院して治療を受けているものの、母親とともに命に別状はないということです。しかし従業員の中国人女性は重体となっています。事件を受け蘇州の日本人学校は今日臨時休校に。普段なら家族連れで賑わっているバス停ですが、事件から一夜明けた今日、家族連れの姿はありません。日本人が多く住む比較的治安はいいところだと思ってましたけども、ちょっと心配ではありますね。3人を襲った男は警察に身柄を確保されました。しかし、今回の事件について中国の SNS で検索をしてみますと、日本や海外メディアの記事は確認することができるのですが、中国の主要メディアでは記事を確認することができません。当局による情報統制が行われているとみられ、3人を襲った男の動機などが明らかになるのか不明です。現場近くに住む日本人男性は、下手に中国版の SNS で発信着信したりすると、やはりその部分でのいろいろ生活の支障が出てくる恐れがあるので、日本人の方と直接会った時じゃないとなかなかお話しづらいなっていうところはすごく感じてます、うんうん、中国では2週間前にもアメリカ人の大学教員4人らが55歳の中国人に刃物で刺される事件が起きたばかり。この事件も発生当初、中国当局は情報を出していませんでした。これ対外的にやはり中国が危ないってイメージは嫌がるんですよね。で、特に今対中投資が減っていてです。中国政府はアメリカとか日本とかから投資を呼び込みたいんですけども、こういったことが起きるとやはり中国はリスクが高いっていうようなイメージがこう強まるわけですよね。中国外交部は先ほど今回の事件について遺憾の意を示すとともに、警方初步判断这是一起偶发事件、中国是世界上公认的最安全的国家之一。You say that China is the safest country in the world, but I just wonder by what measure are you using? How do you back that up? 我想你生活在中国，你应该也能感受到吧。そして速報が入ってきました。つい先ほど蘇州市の警察当局は今回の襲撃事件で52歳の男を現行犯逮捕していたと初めて発表しました。男は無職で最近蘇州に来たばかりだということです。